しました。お疲れ様でございます。今ね、新潟市内の方にね、出店されたラーメン二郎ってとこね、はい、で有名なんですよねあんまりね、その有名なとことかよく分かってない、そので自分の町で食えるものはリサーチするんですけど、ね、他の県で有名なラーメン店がとか言われても、まあ、ちょっとピンとこないっていうかね、そんな感じなんですけども、まあね、結構前なのかな、もう2年ぐらい経ってのかな、ね、1年ぐらい経ってのかな、新潟にも来たってことでね、今日初めて食べてみました。で久々の、ね、ラーメン動画になるんで、昔のラーメン動画はほとんど映像ばっかりだったんですけどね、最近ちょっと勇気がなくてね、やっぱ他の人の映り込みとかね、そういったのもあるんで、ちょっとね、まあ本当すげえドアップでね、ただ食ってるっていう様子、まあ、店内にいるっていう様子しかちょっとお伝えできなかったんですけど、まあその食ってた時のね、動画の後半、今のところでは、まあ、ちょっと感想をね、今言おうかなと、そんな感じに考えております。でね、まあ、結論は美味しかったですよ。美味しかったです。うん、何味かちょっとよくわかんない。うん、醤油なのかな、あそこは。塩なのかな。うん、で、お店はね、すごくシンプルで、こうごちゃごちゃしてない、だから食いやすいし、本当ラーメン屋さんって感じ、食いやすくって出やすくって、で食券なんですけども、食券もシンプルで、ラーメンの小と大で、豚入りラーメンって書いてあったかな、まあ、いわゆるチャーシュー麺みたいなイメージでしょうね、の、小と大みたいな。でお肉ちょっと食べてみたいなと思ったんで、豚入り小ってやつをね食べました。で、まあああいうのやっぱり もちろん二郎ね、ラーメン二郎さんですから、まあ、ああいう二郎系っていうんですかね、まあ結構がっつりで野菜もドーンと食べてるっていうね感じだったんですけど、野菜はちょっとね少なめにしていただきました。で個人的にはね、野菜はあんまり食べないんですよ。野菜が嫌いじゃなくて、ラーメン食いってるんでラーメン食いたいんですよ。野菜が食いたきゃ俺は野菜炒め定食食うから、野菜いらないんですよね、うん、だからラーメンっていうのは個人的にはそう思ってます。だからで全部いらないっていうのはね、ちょっと初回でね、なんかそこまではわがまますぎるかなと思ったんで、ちょっと少なめできますかって言って少なめにしていただきました。はい、でニンニクも効いててね、野菜はあれほぼ生だね、炒めてないね多分、まあ、若干湯通ししてるのかなぐらいですね。だからあれをね先に野菜バリバリ食っちゃうと疲れるね、個人的には。生の野菜ってやっぱ細胞壁から分解するでしょ、まあそれだけね、まあ、いわゆる二層になってる野菜ってね、細胞膜と細胞壁ってありますけど、そのうちの一層分は湯通しすることでなくなるっていうかね、壊れるんで食べやすいんですけども、生野菜って食べづらいんですよね。バリ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 食ってるうちに咀嚼することで満腹感得られるんで、もう麺食べるときうんざりなんですよ。もうあんまり興奮がない。だから麺を先食べたいんで、スープ飲んで麺食べたいんで麺、まあ、すするんですけど、やっぱりお店としては多分野菜を食べながら麺も食べてほしいっていう感じがねあって、やっぱ麺はちょっと固ゆでになってましたですね、うん、だから野菜も食いながら麺もすすったらちょうどいい硬さで食べ始められるのかなっていう印象ありました。それとね、まあ、水、あとレンゲ、そのあたりはもう一箇所に集約されてて、それをセルフサービスで好きなものを取っていってくださいねみたいな感じで、まあ、その辺もすごくいいなと思ってましたけどね。ただね、箸ね、箸結構俺箸こだわるんですけど、細かったね、リサイクル箸、プラスチックのねリサイクルできる箸にして、なるべくそれを使うようにしてるんですよ。割り箸もあったんで割り箸使えばよかったんですけど、まあ、特にねそんな潔癖症でもないし、まあそのリサイクル箸と割り箸も一緒に入ってるんで、まあ何をもってねその割り箸にメリットがあるのかよく分かってないですけども、まあいいか。ただね、意外と箸が細いね、
だから太麺でなおかつ野菜も結構ザクザクっと入ってるのに箸があれだけ細いと食べづらい、力かけづらいから女性とかはもう食べづらいでしょうね。あらもっと太めの箸の方がこうすくいやすいね、野菜もつかみやすいっていうところはあります。で、あの個人的に NG だったのはそのチャーシューみたいな豚肉ね、まあ、あのチャーシューをすごい乱切りみたいにしたのがドーンと入ってすっごい見た目かっこいいんですけど、やっぱねその箸だとね取りづらい、だから取ったらこう滑る、うん、でスープが跳ね飛ぶ。で自分にかかるだけだったらいいんですけど人様にもかかっても嫌だし、まあ、そのあたりがね もうちょっと箸うまくならんかなって、ね、あの決して私箸使うの下手くそじゃないですか、自信あります、はい、私は箸持つのは上手です。なんですけどその私でも食べづらかったなっていう印象はありました。だからそこが味なのかもしれないね、そういう豪快さがねなのかもしれないんですけども、まああれはちょっと食べづらいかなって、ね、まあ、レンゲも、樹脂製メラミン製で、まあ、そのままポンとバットに置いてあったんでまあまあ常温ですけどね、あれだから冬あのレンゲで食べようとするとなんかちょっとね100個かなっていうね、うん、私が、ね、あの地元でこの新潟市内で一番好きなラーメン屋さんっていうのが一軒あるんですけども、そちらはねやっぱり丼も湯通しレンゲも湯通しなんですよ。レンゲも瀬戸物なんですけども湯通しして、だからスープと丼とレンゲがほぼ同じ温度でドンと出るんですね。だからスープが極端に温度も下がらないし、より食べ始めて食べきるまでが同じテンションで食えるっていう、ね、まあ、若干こうスープの温度も低下していくんでしょうけども、なんかその温度差がないっていうのがねすごく好きなんですけども、まああれだと多分 そういうところはちょっと出てくるかなっていう感じで、あとはニンニクがすごいいっぱいあって、他のお客さんあのニンニク少なめでとかニンニクいらないですとかって言ってたんですけど、自分分からんかったんでニンニクどうしますかって、あお願いしますみたいなこう2つ返事だったんですけど、あらちょっとニンニクがね多かったんで次回はあのちゃんと少なめにねお願いしようかなと思います。はい、ということでね、まあ個人的な感想なんでラーメンね、どんな食もそうですけども、あの大好きだっていう人もいればそれは苦手だっていう人もいるので、これはもうあの適当に聞き流してください。私が何ほどのものでもないので、私の個人的な個人の感想だったんでね、ラーメン好きの方すいません、二郎好きの方すいません、ちょっとね、抽象するっていうかね、なんかイチャモンつけたみたいな動画になっちゃいましたけども、そんな感じでした。はい、ということで、本日はね、新潟市内に揚げてた本日はね新潟市内に、あります、ラーメン二郎さん、食べてみました。